せっかく帰ってきたんだからゆっくりしていけばいいのに。うん、いろいろと忙しくてね。今の仕事が一段落したら帰ってゆっくり休むことにするわ。うんうん、そうするといい。さてと、アイナさんからすでに運賃はもらっているんだ。早速乗船手続きをするかい？手続きをしたら船が来るまでここで待った方がいいわね。もうロレントでやり残したことはない？よし、来た。それじゃあギルドに連絡して他のメンバーも呼んでおくよ。なるほど、今度のゴスペルは人の精神にも干渉してきたか。そして霧の粒子を媒介に広範囲を掌握コントロールする。うん、これで決まりじゃな。博士、お邪魔しますよ。おお、カシウス、1ヶ月ぶりくらいじゃの。レイストン要塞から来たのか？ええ、ようやく仕事が一区切りついてくれたのでね。陣中見舞いにお邪魔しました。それはお孫さんのレポートですか？うん、今朝ほどロレントから届けられてな。このレポートのおかげでようやく確信が持てたわい。ゴスペルの正体ですか？うん、あくまで仮説だがな。思考実験とカペルを使ったシミュレーションは1000回以上行った。聞くか？ぜひとも。それでは。このゴスペルが起こす動力停止現象じゃが、お前さん、あの現象がどのようなものだと理解しておる？ゴスペルの周囲にあるオーブメントに連鎖して起こる機能停止現象、そのように捉えていますが。半分正しくて半分間違っておる。お前さんが言った現象はどちらかというと動力魔法のアンチセプトの働きに近い。内部の結晶回路をショートさせ、一時的にオーブメントを働かせなくしておるわけじゃ。じゃがゴスペルが起こす現象はそれとは根本的に異なっていてな。オーブメント内で生成される動力を根こそぎ奪い取るのじゃ。つまり動力停止ではなく、うん、内燃機関で言えばガソリンを抜き取るわけじゃな。うん、いや待てよ。それなら奪われた動力はゴスペルに蓄積されるはず。うん、いいところに気づいたの。結論から言ってしまえば、周囲から奪われたはずの動力はゴスペル内部に存在しなかった。それこそ 1EP たりともな。周囲に拡散した可能性は？
ない。きれいさっぱりとどこかに消えてしまうのじゃよ。そしてエステルたちが出くわした一連の新型ゴスペルじゃが、最新の動力技術では説明できないありえない現象を引き起こした。そのような現象をどうやって引き起こすのかは不明じゃが、一つ確実に言えることがある。それは小さすぎるのじゃ。これまで起きた大規模な異常現象を発生させる気候を手のひら台に収めるのは物理的に不可能だと断言できる。たとえ結社とやらが我々よりはるかに進んだ技術を持っていてもな。なるほど、なんとなくつかめてきましたよ。つまりこのゴスペルは端末に過ぎないわけですね。うん、まさにその通り。ゴスペルそのものには異常な動力場の歪みのようなものを発生させる機能がある。その歪みは共鳴するように広がり、周囲のオーブメントから動力を奪う。そして奪われた動力は歪みの中に吸い込まれて消滅する。いや、正確には消えたのではない、別の空間に送られたというわけじゃ。そしてその別の空間にはありえない現象を引き起こせる何かが存在している。つまりそういうことですか。うん、間違いあるまい。結社はゴスペルを通じてその何かが持っている力を引き出すことができるのじゃろう。まったくゴスペルとはよく言ったものじゃよ。だとしたら何かの正体が気になりますね。はるかに進んだ技術で作られたオーブメントか、それとも。それに関してはお手上げじゃ。いろいろな可能性が考えられるが、現状ではこれ以上確かめられん。さてカシウス、10年前と同じことを聞くぞ。この現状を踏まえてわしに今後何をしてほしい？はあ、警備飛行艇の完成をお願いした時と同じ言葉ですか。うん、そうですね。ゴスペルが発生させるという異常な動力場の歪み、その共鳴現象を防ぐ手段を開発していただけないでしょうか。そう言うと思ったぞ。今取り掛かっている発明もそろそろ完成する頃合いじゃ。それさえ終わればすぐにでも始められるじゃろう。アガット、なんでもない。お前の方はまた船内散策か。うん、まあね。そういえばアガットってラベンの村出身なのよね。
久々の里帰りなんじゃないの？いや、例の特務兵の件でこの前立ち寄ったばかりだが。待てよこら、なんで俺が里帰りするのが前提になってるんだ。照れない照れない。確かアガット、妹さんが故郷にいるって言ってたよね。さぞかし可愛がってるんじゃないの。あのな、そういえばアガットの家ってラベンヌ村のどこにあるんだっけ。前に空賊事件の調査で寄った時はそれらしい子に会わなかったのよね。ルーイ君と一緒にいた女の子はちょっと小さすぎる感じだったし。あ、ミーシャについては近いうちに紹介してやるよ。村に寄る機会でもあったらな。あ、うん、よろしくね。しかしそうなるとピートも連れてかなくちゃね。なんでそうなるんだ。だってティート、アガットに随分と懐いてるみたいだし、紹介してあげなかったらがっかりしちゃうと思うわよ。はあ、わかった。アガット、妹さんとティータを会わせたくないんでしょう。な、図星か。アガットをめぐってお互いやきもち焼きそうだしね。いやー、お兄ちゃんは辛いわね。なんだ。ん？まあ心配しないでも、私がフォローしてあげるわ。だから安心してティータを妹さんに紹介してあげなさいよね。そうだな。その時はよろしく頼むぜ。言っておくが、村に帰るのは仕事のケリがついてからだからな。わざわざ連れてけとか抜かすなよ。ケチ。ティータってボースは初めてなんだっけ。うん、初めてだよ。すごく大きなお店があるって聞いたんだけど。あ、ボースマーケットね。オートにある百貨店をさらに大きくした感じかな。いろいろな店が入っていてすっごく賑やかなんだから。すごいね。
ボスに着かないかな。そういえばお姉ちゃん、ラベンヌ村って行ったことある？うん、前に仕事で行ったわよ。確かアガットの故郷なのよね。うん、ミーシャさんっていう妹さんが住んでいるんだよ。アガットさん、妹さんに顔を見せるために年に何度か村に帰るんだって。へえ、そうなんだ。しかしアガットの妹か。あんな不愛想な兄貴を持ってさぞかし苦労してそうよね。もう姉ちゃんたら、アガットさんぶっきらぼうだけどとっても優しい人だと思うよ。ああはいはい、不器用で照れ屋なのは私も認めるけどね。私ミーシャさんってすごくいい人だと思うんだ。アガットさん、ミーシャさんの話をしたときとっても優しい目をしてたから。ん、どうしたの？ううん、なんでもない。ただちょっと胸のあたりがもやもやして。どうしてかな。これはやきもちみたいね。ミーシャさんか。もし会えたら仲良くできるといいな。やあエステル君、いよいよボースに到着だね。僕たちが初めて出会った思い出の地に戻ってきたわけだ。なんとも感慨深いじゃないか。言われてみると確かに感慨深いかも。でもあの時のオリビエって結構失礼なやつだったわよ。私のこと色気がないとか言ってバカにしてたし。それは誤解だよ。好きな子にわざと意地悪してしまうシャイでキュートな照れ隠しだと思ってくれたまえ。また適当なことを。シェラネーとヨシアには速攻モーションかけてたくせに。ま、それはそれとして、今の君は彼らに勝るとも劣らない魅力を放っているよ。しなやかで健康的な色気と乙女ならではの恥じらい。うんうん、成長したものだね。ありがとう。って恥ずかしくなること言わないでほしいんですけど。照れることはない。だが君はようやく大人への階段を上り始めたばかりだ。さらなる高みを目指すためにもお兄さんが手取り足取り導いて。結構です。オリビアを頼るくらいならシェラネーを頼った方がマシだわ。ふん、それは残念だ。しかしシェラ君がエステル君を手取り足取り導くわけか。うん、ゴーな、何想像してんのよ。そういえばオリビエもあの時眠らされちゃってたわね。やっぱり何かの夢を見たわけ？ああ、まあね。うん。どうしたの？いや、惜しいことをしたなーって。何しろ、絶世の美女たちが集うハーレムにいる夢だったからね。エステル君に起こされなかったら、あんなことやこんなこともできたのに。これはエステル君に代わりを務めてもらうしか。棒で永眠させられたい？嘘です、ごめんなさい。まったくもう。でもオリビエ少し寂しそうな目をしてた。何かあったのかな。そんな顔をする必要はないよ。え？大した夢じゃない。少年時代の思い出というだけさ。
ミュラーなども出てくるね。そうなんだ。だったら最初からそう言いなさいよ。怒っちゃいやん。しかしボスにはあの美人市長と涼しげな眼差しのメイド君がいたね。再会するのが楽しみだよ。あら、エステル。知らねえ、ここにいたんだ。ひょっとしてお邪魔かな。何遠慮してるのよ。ルシオラ姉さんについて聞きたいことがあるんでしょ。昔会ったことがあるみたいだけど、ほとんど覚えていなくて、どんな人だったのかなって。そうね、幻惑の鈴ルシオラ。鈴と扇を使った舞によって観客に幻を見せることのできる人、私のいた一座の目玉とも言うべき芸人だったわ。そうなんだ。その幻ってオーブメントを使ってるの？いいえ、古くから伝わる幻術という技術みたいね。姉さんはもともとそういう家に生まれたみたいだったから。もともと？旅芸人をやっている人間って大体2種類に分かれているの。訳あって故郷を捨てた人間と身寄りのない天涯孤独の人間。ルシオラ姉さんは前者で、そして私は後者だった。私がハーベイ一座に拾われたのは7つくらいの時だったかしら。その頃の私は町のスラムで凄み切った暮らしをしてたわ。スリ、置き引き、かっぱらい。ほんとろくなことをしてなかった。そんな私に手を差し伸べてくれたのがハーベイ座長と姉さんだった。他人を信じきれない私に家族の温かさを教えてくれて、自分の居場所を作れるようにって様々な芸や技術を教えてくれた。踊り、猛獣使い、タロット、すべて姉さんたちから教わったわ。でも8年前、事故で座長が亡くなってから一座はバラバラになってしまった。私は姉さんについていくつもりだったけれど、やることがあると言い残して姉さんはいなくなってしまった。途方に暮れた私は座長や姉さん以外で唯一頼りになる人に相談してみることにした。そう、すでに遊撃士として活躍していたカシウス先生にね。そんなことがあったんだ。私が遊撃士を目指したのは少しでも強くなりたかったから。姉さんが帰ってくるまでの間、一人で真っ当に生きていけるように。でもあれから8年経った。自分の道を見つめ直すにはいい機会なのかもしれないわね。知らねえ。そんな顔しないの。ジンさんに言われたように問答無用で戦うつもりはないわ。ただ一度きちんと姉さんから話を聞きたいと思っている。どのような理由があって結社に組みしているのかをね。うん、そうだね。知らねえ、ファイト。私もできるだけ協力するわ。ありがとう。しかしエステル、あんた本当に成長したわね。何よ、やぶから棒に。さすがは先生の娘って今までずっと思ってたけど、ちょっと
認識を誤っていたかもしれないわ。え？どういうこと？あんたの強さは先生の強さとは少し違うみたい。先生は海のように懐が深くて雄大な強さを持っているけど、あんたはそうね、自分も他人も輝かせるような太陽みたいな強さを持っているわ。え？僕のエステル、お日様みたいに眩しかった君。みんなあんたのそういうところに引きつけられているんだと思う。私もそうだし、もちろんヨシュアもね。先生のことをプレッシャーに感じる必要なんてないと思うわよ。うん。やっぱり知らねえって私のお姉さんだよね。いつもいつも励ましてくれてありがとう。どういたしまして。代わりと言ったらなんだけど、今度飲みに付き合いなさい。声優劇師になったからにはお酒にも強くならないとね。それは激しく関係ないと思うんですけど。私はもう少し風に当たってから席に戻るわ。あんたも着陸前には戻りなさいよ。ようエステル、今回はお疲れさんだったな。また一歩遊撃士として成長したように見えるぞ。まだまだ未熟よ。棒術の腕だって父さんの足元にも及ばないし。あんまり旦那を意識する必要はないと思うぜ。 S ランクの遊撃士っていうのは断りに至った達人ばかりだからな。正直俺なんざ一生かかってもたどり着けるかどうか怪しいところだ。そうなんだ。父さんが具体的にどうすごいのか未だにピンとこないけど、その断りってどういう意味なの？そうだな。かつて旦那は剣聖と呼ばれる卓越した剣の使い手だったそうだ。しかし今では慣れ親しんだ剣と同じように棒を自在に振るう。なぜそれができると思う？ものすごく練習したから？もちろんそれもあるだろう。だがそれ以上に棒術の本質を即座につかむことができたからだ。型の反復や反応、筋力や連機を超えたところにある絶対的な次元、あらゆる物事の本質を捉え自在に操ることのできる境地、それこそが断りに他ならない。物事の本質。おそらく旦那が百日戦役で帝国軍を退けた知略も同じはずだ。戦争という物事の本質をつかめたからこそあんな大胆な反抗作戦を立案実行できた。敵に回したらこれほど恐ろしい人はいないだろうな。なるほど。でもその父さんもある意味結社に出し抜かれたのよね。クーデター事件の時に国外におびき出されたみたいだし。ああ、おそらく旦那に匹敵する人物がいるのは間違いあるまい。
それがレーベなのか教授なのかは分からんがな。私たちが戦ったロランス少尉なんてどう？やつか。凄腕には違いないだろうが、旦那に匹敵するかどうかは分からんな。それに奴の強さは断りから来ているのではないような気がする。冷たく研ぎ澄まされ鍛え抜かれた何者にも侵されることのない刃、そんなものを感じたな。うん、言いたいことは分かる気がする。あれから姿を見せていないけど、一体何をしているんだか。ヨシワもこだわってたみたいだし。ああ、結社時代の因縁があるのかもしれんな。俺といいシェラザードといい、どうも妙な因縁が多すぎるようだ。これもひょっとしたら女神の導きによるものかもしれん。次のボース地方は帝国寄りの場所だったな。噂のハーケン門っての一度は見てみたいもんだぜ。エステルさん、またお散歩ですか？まあね。それよりごめんね。ヨシアのこと打ち明けるのが遅れちゃって。とんでもないです。それにしてもヨシアさんに同行している女の子というのは空賊団の人だったんですね。うん、ジョゼットっていうやたらと生意気で挑発的な子よ。自分のことを僕って言うから僕っ子とか呼んでるけど。そうなんですか。でも写真で拝見した限りだとなかなか魅力的な方みたいですね。口を開かなかったら可愛いっていうのは認めるわ。最初に出会った時には完璧にお嬢様を演じてたし。ん？まあ、そんなことが。ずいぶん器用な人なんですね。なんでもエレボニアの元貴族出身みたいだからね。猫をかぶるのは得意みたい。字はさっきも言ったように生意気で挑発的な性格だけど。でも聞いた限りだとなんだか憎めない人みたいですね。話してみたら意外と気が合いそうな予感がします。私はダメかも。なんか性格的に馬が合わない気がするわ。そういうのってどうしてもありますよね。そういえばクローゼもあの時眠らされちゃってたよね。やっぱり何かの夢を見たわけ？ええ、百日戦役の時の夢を。百日戦役の時って、そっか、確かクローゼってその時にテレサ先生と。はい、先生たちに保護されてしばらく一緒に暮らしました。でもどうしたの？いえ、10年前の話なのに、なぜか途中でクラム君やジルたちまで登場したんです。あのまま見続けたらエステルさんやヨシアさんも出てきたかもしれません。
さすが夢だけあって脈絡がないところもあるわけね。はい、でも今考えると少し怖いんです。え？夢の中の私は本当に幸せで、ずっとこのままでいたいって心の底から思っていました。でもそれって何かが間違っている気がするんです。うん、言いたいことはわかるよ。いい夢を見られてラッキーっていうのは確かにあるけど、また見たいかと言われたらちょっとためらっちゃうよね。はい、ゴスペルの持っている別の意味での危険性、それを垣間見た気がします。それにしてもボースに行くのは久しぶりです。ジルと一緒にボースマーケットに買い物に行った時以来でしょうか。お待たせしました。まもなく本線はボース市に到着いたします。着陸の際多少揺れますので、お早めに座席にお戻りください。